せーの、本日のよろぴこ。WBC 優勝おめでとうございます。プレーボール、よろぴこ。はい、始まりました。はい、始まりました。よしこチャンネルです。久しぶりの、そうですね、はい、66歳をお迎えになられ、ありがとうございます。イエーイ、始まって、はい、久しぶり来たら誰か乗ったんじゃん。誰か乗ったろ、でかいな。うん、でこれ誕生日プレゼント。誕生日プレゼントです。これ新しくよし、ヨロピコマークです。これ、これがもうこれでいきます。ヨロピコブランドです。でよしひこ、はい、もちろんです。はい、あのさ、はい、時期考えてくれるか。いやもうほら来年ね。え、早く出来上がったでしょこれね。早くこれから暖かくなるんよね。そうです、来年来てもらったらいいね。なんでスタジアン今頃ない誕生日プレゼント。そうです、ハッピーバースデー。うん、作りましたよ。作りました。暑いじゃろ今はね。ありがとうございます。とんでもないです。イエーイ。時期考えとな。ほんま1月ぐらいにあげてもですよ、ほらありがたみないでしょ。今もらってもありがたみない。そりゃそうよね。あ、これね。あ、そうそう、あの腰のベルトですね。これいいよね。うん、いい、いいですよ、うん、腰のベルト。これよかった。いや、これあの会社がもうすぐ近くでしたよ。あ、本当に。そう、嘘。もうびっくりしました。これすごいよね、腰にね。そうですよね、うん、びっくりした。腰がって言ってたんですね。そうそう、ピシッと。ぜひ、ほんと、うん、長生き、頑張って120歳までガードナーっていうの。製品を、はい、ベルト、ベルトね。ハッピーバースデー、ありがとうございます。はい、すごい。ぜひ箱がいいよ、ね、うん、なんかいいですね、うん、センスありますね。すごい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。これ足別からしてるわけ。足別からしてます。ああ、こちらのフルね。うん、ふるさと大使山本由伸選手、やっぱすごいっすね。うん、なんで打たれないですかね。いいピッチャーだから。いいピッチャーばっかり出てるから。まあ確かに、はい、まあサインミスあったけどね。ありましたね、うん、あの岡本選手、岡本選手、あの盗塁は何でしょうか、うん、エンドランかなんかやろ。あ、エンドランですね。うん、栗山監督びっくりしましたよね。うん、目がでも何も起こらんのやね。そうですね。でもある面ではあそこ出てよかったと思う。うん、うん、逆にもう一回サインの見直しとか。だから考えられることは、はい、単独試合は絶対ないわけやから。ないですね、絶対ないですよ。岡本選手も絶対思ってないんだから。そうですね、あれ単独試合だったら岡本選手なりますよね。なあ、もうあそこベースの上でなってます。え、無理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 ってエンドランっすよね。だからあるとしたらエンドラン、エンドランしかないんよね。そうですね、うん、だから間違えたとこっていうのは3箇所あるよね。出したコーチ、はい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 、で受けた岡本選手、それでバッター源田選手、はいはい、この3人の誰かやってるよね。誰かですね。そうですね、4つある。あ、監督がミスってるかもしれない。ああ、逆に。だからこの4箇所があるよね。そういう面では、まあ、いろんなことを言うかもしれない人もたくさんいるけど、はい、俺は早く出てよかったと思う。うん、2回でしたっけ、うん、0対0からね。そうですね、うん、だからと思うけど早く出てよかったんじゃないかと思うよ。うん、そうですね、絶対エンドランだと思う。あったと、うん、でバッターあの源田選手やから。源田選手ですね、うん、源田選手かな。源田選手かもですね。わからん。そうですね、岡本選手かな。単独はないでしょうから。まあ笑い話でいいんじゃないかと。まあ、そうですね、うん、ただ本当にいい時に出てくれたかもしれない、うん、それが逆に全部そういう機会がなくて、うん、準決勝決勝出たらもう取り返しがつかなくなるんで。そうですね、もうチャンスがあの消えてしまうんで、うん、一番いいとこ出たのかな、うん、力入れてたね、あの時ね、うん、いやー気合入ってましたね。もうなんだろう、一気一気魂が、もう全力投球やろ、本当の。あの雄たけびがやっぱりすごかったですよ。すごい、うん、途中でこう浮いてきたもんね、ボールがね。抜けてきたもんね、はいはい、でも本当バントなんて確かにそうやろ、はあ、見てないですよね。野球はバントもある。バントあります。盗塁もある。あります。
エンドランもある。あります。スクイズもあります。だからバントやつ、ね、バントバント、はい、今ないないですね今の世の中ないですね。ない、すごいね。いや本当ですよ。考えたらバントの見たことないやろ、この大会で。そうですね、見てないやろ。あ、野球じゃないんだな。そうですね、バントはもうセーフティーバントとかね、うん、もうやっぱそういう面でやっぱ野球は変わってきてますね。いや変わってない、このメンバーってそうなる。ああ、なるほど、確かに、うん、周東選手とかが入ってくるとやっぱバントとかになるでしょうからね。だから俺一番いつも言ってるやん、はい、もう監督したやつは全員1番バッターで、はい、歴代の1番バッター揃えたいって。ゲッツーはないし、ないっすね、勝手に走るし勝手にセーフティーバントするし、ピッチャーとキャッチャー嫌でしょうね。はい、どうぞノーサインですってまっすぐ中心の投げ方になりますよね。でもまあこれとは違うよね。うん、まあ違います、ね、まあそれでも1番バッターでも一郎選手も1番バッターやからね。そうですよね、打ったからね。でホームラン打つからね。打ちますよ。福本さんもホームラン打つからね。ああ、吉彦さんも打ってたじゃないですか、はい、ちょっと打ってたけど歴代のこうたらスイッチヒッターが3人か4人ぐらい入ってくるわけやから。そうですね、そうやろ、松永宏美君とかさ。そうです、そうです、翔太さんでホームランも打つし、打ちます。そういったらまた違う役になるな。うん、違いますね、うん、俺はそういうんで やってみたいね。そうですね。でもそれをスモールベースボールっていうわけじゃないんだ。スモールベースボールでなんでスモールって言うんだろう。なんででしょうね。小技があったからですかね。だからスモールベースボールって呼び方は俺嫌なんだよな。うん、せこい野球もっと嫌じゃないですか だったらスモールベースボールでもいいですよせこい野球せこーって言われてテレビ見てるお客さんがせこーこのチームってだからなんだろう、なんて点が入ったのか分かんないっていうチームが俺好きやね。そうですね、うん、もう今の野球はあ、うん、ホームランね、うん、ツーベースね、うんうん、外野の頭超えたね。そうですね、いう感じだよね、はい、でこうなってくると、うん、やっぱピッチャーのチームやからね。そうですね。まあでもこれだけのピッチャー集まんなかったらバッターのチームなんだけどね。まあ確かにですね、バッターのチームなんだけどそれを上回ったピッチャーのチームなんで。そうですね。でみんな言ってるけどこうやって見たらさ、はい、ピッチャー練習いるやん、はい、すごいやん。すごいです。あれさ、はい、メジャーに行けてないだけやからね。そうですね、うん、年数が足んないとか。そうですね、もう全員メジャー級ですよね。多分ね、ほんとね全員メジャー、メジャー今から行っていったら全員メジャーよね。そうでしょうね、考えたらピッチャーですね。うん、ただ行けてないだけで。そうですね、年数ほんと足りないだけで、うん、あ、言われる通りですよ。そうね、で、バッターもそうやん。うん、ただ行けてないだけで通用しますよね。ある意味では、はい、純和製のメジャー選手って感じだね。あ、まあ、ヌートバー選手だけは あの、うんうん、違うけど、はい、日本の野球の教育の仕方って正しいんやなと思うよね。おお、そうですね。で海外はイタリア系とか、はいはい、まあ、日本系だけどヌートバー選手は向こうで座ってるけど、うん、あとはメジャーに行ってるけど日本で座ったわけや。そうですね、日本の野球ってすごいなって思うな。確かにという思うけど、はい、その技術がすごすぎて、うん、俺は技術的なことは私はね、うんうん、よう言わんねん、もう。もう言わない。言わない。言わない。はい。これがこうだとか。あ、なるほど。だからここまで来たら思うけどさ、はい、こう、見れるだけで幸せなんじゃない。確かに。思う。ただチケットが手に入らなかったってことだね。なんか頑張ってましたよね。マジで。ねえ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは。ゲームセット。次回もよろぴこ。